ございます。おはようございます。さあ埼玉出発前ですけれども、はい、久々にこう全員が揃うみたいな、そんな感じになりそうですか。いかがですか。そうですね。まあ怪我人2人が3人ですね。AJ と健太郎と栄太郎が揃って、ここまではちょっと怪我人がいる間は残ってたメンバーで忍んでた部分もあるんですけども、その間でしっかりと蓄えた部分もしっかりとあるんで、もう全員でしっかりと戦っていきたいと思います。ガードが少ない中頑張ってたのが杉本の両選手だったと思いますが、はい、どんな経験値になりました。いやー、もうボールを持って長時間プレーをするっていうことが今までなかった。もうボールもらったらシュートを打ったとか、そういう部分が多かったんですけど、ボールを持ってプレーする時間が長くなったことによって、ボールを持っててもちょっと安心して落ち着いてプレーができるような部分がちょっと出てきたかなと思いますので、その経験をしっかりと他のポジション、元のポジションに戻ってもしっかりと活かせれるようにしたいと思います。ちなみにこれまでの選手人生の中では初めての経験ってほどでもないですか。いや、小学校の頃にやっぱりポイントガードをやってまして、残念ながらその時もよし、お前はガードじゃないなって言ってポジションを変えられた側です。弱い30を過ぎてこんな経験になるとはと、はい、そうですね。やっぱシーズン入る前からガードが2人っていうのは分かってたんで、まあもしかしたらあるかなと思って準備はしてたので、まあその分に関しては早い段階でその場面が出てきたので、まあ、自分としてはいい経験ができて、後からまだまだ長いシーズンなんで、その経験をしっかりと生かせる場面がいっぱい出てくるかなと思って、ちょっと楽しみな部分が大きいです。ボルフィンガー選手も加わって、本当にフルメンバーですが、楽しみなところって何だろうありますか。楽しみなところ、そうです、まあ、十数試合終わってで、まあ、それぞれが自分の役割って何っていうのをしっかりと明確になりつつあるんで、まあ、迷いながら最初どういう風に戦っていくかなっていう部分があった中で、今自分がやるべきことは何っていうのがそれぞれがしっかりと把握をし始めてるんで、それが噛み合った時にどうなっていくのか楽しみですね。じゃあ意気込みをカメラにお願いします。はい、それでは久しぶりのアウェー前日入りワクワクが止まりませんそして、埼玉には2人、同郷の滋賀出身の選手が2人いますので、いい戦いをして帰ってきたいと思います。応援よろしくお願いしますなんか言うかと思った頑張ってください。ありがとうございます。